あ、終了っていうのが新聞に載ったっていうの話を聞いて、終わっちゃうのって思ってたんですけど、その後8月の12日かなにプロデューサーから終わりますっていうのを聞いて、あ、本当に終わるんですねっていうことで、それからの6回7回、あっという間でした ね、 そうですね、あっという間に今日を迎えちゃって、残念ですよ。もうとっても残念で、ずっと続けたかったし、本当応援してくれてるね、視聴者のファンの皆さんに本当にもう心から感謝してますね、また近々ね、近々、はい、行きますか、本当ですか、ね、近々近いよ、ね、じゃあ行こうか、じゃ皆さん言うだけただな、言うだけただな、行こうか、行きましょう、まあ、また近々お会いしましょう、はい、ありがとう、ありがとう、終わりでーす。ジョルケアの CM 待ってます。最後に五郎さん、皆さんに一言ね、8年間本当毎週毎週楽しみにしてくださった方がいっぱいいたので、まあ、終わってしまうのもちろん少し寂しいんですけれども、本当にこれを続けられたことを本当に感謝してますし、ね、何よりもやっぱ見てくださった視聴者の方にはもう本当に、ね、心から感謝しています。五郎デラックス8年間ありがとうございました。ありがとうございました。でもね、中井の元ね、楽しかったね。いい言葉聞いたもん。確かによくわからない大人の事情とかもあるのか、まだ僕らはみんなが望む場所になかなか到達できてない面もある。でもこれだけは言える、僕らはみんなのおかげでものすごく今生きている。